こんにちは。ヘメロカリス通信販売、花坂 G ネット店主の清水です。今日は2020年7月15日です。はい、ここ高崎ジャーマンアイリス園の新しい畑から今日もヘメロカリスの開花状況をお伝えします。はい、開花状況ですが、ちょっとこのように見えるように、オレンジとか赤とか、はい、多い品種のものがまだつぼみがありますので、はい、彩りは遠くから見て花が咲いているなという感じですが、もう終わった品種とか、あとはもう終わりかけているような種類も見受けられるようになってきました。はい、それでは今日咲いている花をご紹介します。なるべくちょっと今曇りでですね、小雨がパラついてきた感じですが、はい、なるべく撮影重視でやりたいと思います。雨は昨日から降っていないので、花の色はよく出てると思います。こちらは、トロピカルムードですね。ハーツオブファイヤーです。こういう風に色が抜けた感じにも咲くのですが、今日こちらの方は比較的赤が全体的に赤という感じで綺麗に咲きました。こちらギニバーズですね。蛍光色の薄いイエローと言いますか、クリーム色、薄い淡いオレンジが入っている感じです。こちら黄色でギザギザになっています。クリーム色に花の縁がフリルで淡いピンクが入っているわけです。こちらの方もあとつぼみが3つぐらいになりました。赤黒系の花になります。アルナ山系の明るい赤花ですね。メリオプシスですね。花がどん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 増えてきています。はい、こちらはラベンダーレニービスプロですね。ミニ系の紫です。花の縁が白です。
レイニービスボローに似た感じの花の大きさと紫ですが、こちらフリルがついています。プレミアサプライズです。レイニービスボローと同様で地上から20センチぐらいのところ。ライトですね。ちょっとピンクも入っているのですが、今回咲いたのではちょっと黄色の方が割合が多いようです。複雑なフリルになります。ドラゴンズアイです。花は小さめです。ピンク赤ですね。中央のピンク赤が面積が大きいような感じで、大きな元の形ですね。ドラゴンズアイです。で、こちらは株が一株しかないので、これから増やしていきたいと思います。この赤とオレンジの花ですね。この2つで彩りをつけているような感じです。はい、こちらはキシミーですね。キシミーが最近うまく咲いてくれなかったのですが、これもまだちょっとうまく咲いてない感じですね。で、今日は完璧に咲いてくれました。サーモンピンクですね。ビビがあるので、花びらは後ろに反り返った形ですね。こちらも地面から15センチぐらいのところで大輪を咲かせています。こんな感じです。地面から遠くの地面に近いところでゆっくりするような綺麗な花が咲いている感じですね。キシミーですね。ジョアンシニアですね。
この畑で一番白に近い花ですね。淡いクリーム色といった感じです。すがすがしいような綺麗な花です。こちら紫という名前で商品一覧に出てる花です。花の縁がちょっと紫が入って黄色も入っている感じですね。こちら明るいピンクといいますか、ね、薄いオレンジので中央が紫ですね。オールアメリカンイーグルですね。花の直径が10センチぐらいです。とても綺麗な花ですね。ドラゴンですね。赤オレンジに黒紫という感じですね。花の縁が黒紫になっています。ちょっと小さめです。こちらカナリアイエローですね。今日は完全な形で咲いてくれました。大輪で明るい感じの蛍光イエローですね。カナリアCC
地面ですが、10センチぐらいのところで咲いています。地上に近いところで咲く割には花は大きめですね。11センチ、12センチぐらいあるでしょうか。本当にこれが最後になります。はい、こちらがですね、グッドモーニングですね。明るい黄色の、ちょっと薄黄色の花ですね。こちら2日ぐらい前から咲き出しましたね。なかなかまだたくさん咲いてはいないので、撮影するタイミングを逃していましたが、今日は初めて撮影できました。こちらがですね、最後の花になりますね。新しい畑の他に、古い畑にも黄色系が交換されたものがあります。グッドモーニングの、また名前が似てるのですが、ハッピーモーニング。クリアイエローという花が咲きました。で、そちらの遅咲きの黄色の花ですね。そちらの方は花の茎がちょっと高いところで咲く感じですね。花の茎が低いところで咲く黄色系の花は向こうの方に見しょうがなあるのですが、こちらの方は後半に咲いている黄色系の花は、花の茎が60センチとか、そのぐらいの高さで、高いところで咲く感じです。こちらですね、こちら、レッドセンターラインですが、あと3つぐらいつぼみがありますが、もう終わりますね。ですね、このぐらいの大きさになります。ちょっと明るい系の目立つような色合いですね。唇のような感じですね。シンシア2ですね。似たような感じで、スパイダー咲きの花を交配して作った感じですね。ジョアンシニアと、アイオブミュートを掛け合わせたような花かもしれませんね。ちょっと白っぽいようなクリーム色に、スパイダー咲きに近いような花びらですね。ちょっと巻いてる感じですね。ロールで巻いてる感じですね。シンシア2です、はい。こちらがライトパープルワールドですね。パープル系、赤系ですね。はい、こちらがカントリーレディですね。カントリーレディです。ちょっと赤。ちょっと今霧雨が降っているのですが、雨の粒が大きくなってきたので色がちょっと落ちてくる感じですね。はい、こちらシャッフルスターですね。こちらの方も咲いてからある程度時間が経ったので、花のつぼみが3つぐらいしか残っていません。こんな感じです。ちょっと水滴が大きくなってきました。こちらアンコンディションワイドな大きな花になります。花の直径は13センチぐらいですね。オレンジ系と黄色とかこう混ざったような花でフリルがあります。まず2つ咲いていますね。こちらヌードモデルですね。フランゴホルスの交配花で色が薄めに出た感じですね。ちょっと肌の質感もあるように見えたので、ヌードモデルと
ジャーも色抜けしてちょっと最近は咲いていますね。でこちらが ハイサワーです。でこちらがすみません、ちょっと今電話が入ったのでちょっと慌ててしまいました。ちょっと出なくても大丈夫なんで、もう少しで終わりなので撮影を続けます。ハイサワーです。でこちらがレモンライムですね。人気品種ですね。とても明るいイエローですね。闇のないような明るさの。こちらの方は花の高さが30センチから35センチぐらいの低いところで咲いています。こちらのハイサワーの方も低いところで咲いていますね。低い高さで咲く黄色系は、まあ、早咲きですね。先ほどのグッドモーニングとかハッピーモーニングとか高いところで咲く黄色系は遅咲きといった感じですね。一番遅い時期に咲く感じですね。こちらが一番初めの方から咲いてたチェリーアイパンプキンですね。ちょっと中央の茶色があまり出てない感じですが、これが最後の花ですね。こちらの園内にはこれで花は終了ですが、こちらの方ですね、これから植えていこうという新しい畑ですね。はい、こちら300坪以上、1旦以上あるのですが、まあいろいろ物が置いてあったりして、ちょっと産業廃棄物もちょっと置いてあるような、まあ、ちょっと缶を捨ててたりとか、そういう場所も見受けられました。ここからずっとですね、300坪ぐらいは綺麗な感じの畑になっていますので、こちらの方にヘメロカリスを植えていく感じです。昨日ちょっと草刈りしたんですね。これでもかなり結構草が伸びていましたが、昨日草刈りをやりまして、はい、これからまたあちらの古い畑の草が生えているので草刈りをしないとなるんですね。端の方だけちょっと残っているので、この後草刈りができたらと思いますが、ちょっと雨が来たので、どうしたものかというところです。はい、こちら植えようと思っている花がなかなか植えられないのですが、こちらが数々の候補花を作り出したフランゴゴルスですね。当初初めに買ったミニ品種ですね。ミニ品種といっても花の直径は10センチぐらいあります。濃いオレンジに薄いオレンジですね。それの交互花でセンターラインが入っています。結構白のセンターラインっていうのは見受けられますが、これは濃い色なので、オレンジ、薄いオレンジのセンターラインになっています。この花からたくさんの花を作って、こちらのような花も作ってきました。こちらの方もですね、フランゴロス系の花もですね、花の茎が高い、こちら左がフランゴロスですね。低いところで咲いてます。こちらの方は高いところで咲いてます。同じフランゴロスでも掛け合わせた品種によって花の茎が高かったり低かったり、ミニ系だったりとか、はい、いろいろなパターンに出てきます。こちらの畑は前の年か6年ぐらい前に借りてたんですね。それからずっと借りる人がいなくて、もうジャングルのような感じの畑になっていました。ネズミが住んでいたり、キジが住んでいたりといった感じの、そんな畑になっています。草も無謀で
したのよ。それを草刈り機で全部切り倒していったのですが、まあ種もいっぱいあるので、またすぐに雨が降れば種が飛んでこの雑草が増えてくるという感じですね。だけどこちらの土ですね、こちらの土ですが、そのような4年も5年も6年も、はい、草が枯れてまた堆積してということなので、土はかなりいい土になっていると思いますね。ヘメロカリスを植えた場合でも、ぐんとヘメロカリスが肥料をやらなくても育つと思いますね。そういう意味では、自然、人が立ち入らない自然の土地というのは、栄養分はかなり含まれています。昔はおじいさんが管理してたのですが、途中から畑を管理できなくなってですね、もうそのままの状態っていうか、いろいろスコップの切れ端があったりとか、いろいろなものが置いてあったりとか、そんな感じで畑になっていますが、300坪ぐらいは綺麗な感じで使いますね。でだいぶ詰まったおじさんが初めに植えた柿の木ですね。柿の木とは、こちら梅ですかね、あと栗の木ですね。こちら大きくなってしまうとこの大変なので、そのまま植えたまま亡くなったんですかね、はい、もう管理できなくなったということで、こんな感じで栗の木が、栗の実がちょっと待ってます。だいぶ雨が強くなってきます。なので、じゃあ今日はこちら雨の中の霧雨ですね。霧雨の中の高崎ジャーマンアイリセンの新しい畑からお送りしました。はい、いつもご視聴ありがとうございます。それでは失礼します。